スマホで遊んじゃいかんって。いや別に遊んでるんじゃないんだけど。5秒前。はい。あと5秒前です。はい。あれ？Yes, this is one of inbound 3 miles final 190.24.1 clear of takeoff 19 right. Clear for takeoff 19 right. This is 114. Clear takeoff. Houston 69 bus trip to 7 dispatcher 19 right. Wind 24.12 crossing from back.スラストレー宇宙 AG 直つ We one We are We two Positive Yellow Yellow We do Standing by Roger About 2 minutes 172 short star Attention into position of 1 and 9 172 into position of 1 and 9スラストレベイナルスピン、スラストレベイナルスピン、ギアラップ。皆様こんばんは。今夜も数あるラジオ番組から FM ギノワン飛行機アイランドをお選びいただき誠にありがとうございます。当番組はカリウシエア提供による航空系情報エンタメ番組です。今夜の37便のフライトアテンダントは私近藤と、パーマ当てたのにパーマ感がなくなってきているメキサーの翔也です。確かに。あと、本日ですね、急遽リスナーさんがゲストとして、来られてます。そのアルファウィングさんです。はい、はい、ツイキャスの画面の方には映っておりませんが、はい、スタジオの中におられます。今夜のフライトはですね、不遇な飛行機たちと、題しまして、そうですね、商業的に失敗した飛行機や、まあ、時代を先取りしすぎて注目されなかった飛行機、うん、まあ、あといろいろ不運が重なった飛行機とか、まあ、そういった飛行機じゃなくて航空機ですね、ヘリコプターも含めてを取り上げてみたいと思いますので、リスナーさんから、まあ、そういった航空機メールやコメントお待ちしております。沖縄地方、梅雨明けしまして、ただいまの、沖縄、申し訳ありません、ただいまの宜野湾普天間の天候は晴れ、気温は28度との報告を受けております。今夜も、わずかなひとときではございますが、飛行機空の話をお楽しみください。はい、サボリマがいないから、あ、いいね、うん、サボリマがサボってるからちょっと疲れちゃう、一人で喋ってたら。はい、そういうわけで、そう、本日は、サボリマ、あ、これ、するちゃんがちょっと、お休みで、半分一人で、まあ、ただゲストさん、ケインさんがいるので、
だいぶ喋るの楽かなという感じではあるんですけど、まず早速ですね、ちょっとツイキャスにいろいろコメント来てまして、ケイナイフさん、スマホで遊んじゃいかんってあるんですけど、すいません、そうですね、まあラジオだったら本来音声だけなんで見えないんですけど、ツイキャスでバッチリと、あの見られてみたですね、スマホを操作してたの。ただあれ遊んでるんじゃなくて、ツイキャスというか、ツイッターのその番組紹介を書いてただけなので、はい、決して遊んでるわけではございません。はい、はい、では、空軍一号さん、どうもいつもありがとうございます。こんばんは。あ、この、僕の名前の近藤さんというのはあれですね、多分おそらくさっきの FM ギノワンのあのスタッフの木更木司さんが僕の名前呼んだからかっていう感じですね。あ、空人さん、どうもこんばんはですね。なんか本土から沖縄の方に修学旅行に来られてて、なかなか、いろんなところ回られて沖縄堪能されてみたいなんですけど、はい、あ、ケイさんから神殿とか、あ、確かにあれもちょっと不遇な感じですね。はい、じゃあまずは、航空ニュース、いつもの航空ニュースのアクセスランキングいきますけど、その前に、今週の、日曜日ですね、19日に、先週もちょっと紹介させてもらったんですけど、全日本紙飛行機大会の、沖縄予選が来週日曜日にあるんですけど、26日に。でそれの前に、親子紙飛行機教室というものがありまして、ちょっと、開きますね。今週日曜日、6月19日ですね、沖縄子どもの国で、10時から、トライエアさんの提供で、作って飛ばす紙飛行機教室のお知らせというものがあります。で参加費は490円で、これには、競技用の紙飛行機代が含まれております。で定員はまあ25名ということですので、もし紙飛行機大会、参加される方、なんて言ったのかな、もしいい成績出そうと思ったら、ぜひこの紙飛行機教室に参加されるといいかなという感じですね。参加する？ぜひ。あ、そう。自分は実際の、紙飛行機大会とこっちの教室も、参加するので、ただその日ちょっと夜用事があるからね。そのまま寝ないで朝から。ハードですね。いや、その日チャタの二台ハーリー。あれもちょっと行きたいから、やばいよ、夜中まで寝れない。はい、それでは、航空ニュースアクセスランキング、フライチームさんからですね、まず1位、成田空港新滑走路増設に向けた計画段階環境配慮書を公表、意見も募集と。成田空港は首都圏の航空需要に対応するため、新たな滑走路の整備など空港の、発着容量の拡大、利便性の高い空港を目指した機能強化の検討を進めていますということですね。これが、今週の、アクセスランキング1位のニュースです。2位、千歳基地、7月4日から航空祭に向けた飛行訓練を実施へ、政府専用機などと。航空自衛隊千歳基地は2016年7月4日から、8月6日までの約1ヶ月間、8月7日に開催される千歳基地航空祭に向けた事前飛行訓練を実施しますとということですね。こう行ってみたいけど、8月とかね、やっぱこっちでもいろいろなんかイベントあるさ。で、そのためそれでいろいろ休もうと思ったらこっちも参加できなくなるから、行ってみたいね一回この千歳。はい、では3位、TBS6 月14日放送、マツコの知らない世界で羽田空港を紹介。これなんか結構、見たかったなと思うんだけど、うちテレビないからね。あ、そうでしたね。忘れてた。そう、か そろそろ買おうかなと思って。いや、買おうかなというか、車で見れる、通勤中とか、あまりよろしくないんだけど、たまに通勤中とか、車でちょっと待ってる時とかぐらいに、テレビ見るぐらいで、わざわざ見るってことはしないんですよね。はい、4位、ターキッシュエアラインズ、7月11日から成田線に、777を投入と。ターキッシュエアラインズは2016年7月11日から成田イスタンブール線の機材を777に変更しますということですね。使
喋り疲れた。はい、あ、ではちょっとツイキャスの方から、ケイさん、ナイフの K は発音しません。はい、うん、あ、ケイナイフさんですね。いいんだよね。ファミさんこんばんは。あ、遅刻遅刻ということで、はい、ミッチーさんどうもこんばんは、お久しぶりです。1週間ぶり。こんばんは。ファミさんがそう、まだ始まったばかりだというので、そう、今日はあのサボリのすずちゃんがいないから、あの自分が喋りっぱなしで疲れちゃいますね。はい、それでは、ニュース続きいきましょうね。5位、富士ドリームエアラインズ、グリーンの11号機を受領、6月13日に到着と。富士ドリームエアラインズは、2016年6月13日同社の11号機としてグリーンの84席使用、ERJ を、これ17号でそのいいのかを導入します。あの富士ドリームエアラインズ、多分以前もちょっと紹介したけど、あの1機ずつ全部色が違う。あ、全部じゃないか。1機ずつですね。うん、1機ずつでしょ。色違いですね。色違い、はい、ただなんか1機だけなんかあの同色、あ、1機だね、なんか同色のものが確か1組あったじゃなかったかな。なんか1色、その中の1機がこの、うん、今回の緑のやつじゃないかなと見ております。なんかこれあのあれですよね、あの全色違ってなったら本当全色制覇してみたくなるというか。あ、さすが。それはありますね。うん、うん、なかなか乗ることがないかな、富士ドリームエアラインズ。あ、拠点が静岡と名古屋区と、ね、の小牧空港拠点ですからね。あ、ミッチーさんから、それが今回の緑って。あ、なるほどなるほど。あ、じゃあ、これがおっしゃる通りですね。 2組あるってこと。あ、2組ない、同じ色が2機あるってことですかね。そうですね、2機ですね、うん。はい、6位、シンガポール航空、10月23日から成田発着の A380 を、777に変更。シンガポール航空は2016年10月23日からシンガポール内田ロサンゼルス線の機材を A380 から777に変更しますと。まあ、これで、ね、なんだろう、あの昨日ちょっとネット見てたら、A380 とトリプル比べたら、まあ、トリプル777若干小さい機材なんですね。で、まあ、そういうので、あの、あ、まあ、それだけ日本に来る人が少ないのかなっていう感じに取られるけど、でもなんだろう、別のところで今度は増えてる。だから成田じゃなくて羽田の方で新しい路線開設されたりとかみたいな、っていうので、だから結局はあのなんだろう、全体ではそんなに変わらないんじゃないのみたいな感じですね。あ、明美さん、そうですね、あのシンガポールの A380 見られるのはもうちょっとらしいですね、うん、というか、なんか あそこって あのあれだね、ちょっと話変わるけど、シンガポール航空ってあの買った機材片っ端から売っていくというような新しいうちに、そうなんですか。聞いたことないですね。いや、なんて言ったんだろう、自分は航空会社経営するあのオンラインゲームがあるんですけど、うん、あれでも自分もあの20年ぐらい大体持つんだけど、ANA さんのも確か20年ぐらいは使うかな。そうですね。で、それで言ったら、だからシンガポール航空さんは本当10年経たんうちに売りに出すみたいな、使って、それは価値が、うん、あるからっていうことというのもあると、ただ単にどんどん部品っていうか、その機材を交換、新しいのは好きなんじゃないですか。あ、中古車よ。だから新車でもちょっとあのしばらく乗ってたら、もう次の新しいのに変えたいみたいなんですかね。もしくはもう整備の、まあ、都合上も、まあ、やむを得ず、まあ、短くなったっていうのも、いや、でもそれだったら考えられるのかな。もうちょっと使ってもいいような気もするけど、まあ、ね、まあ、お金持ってるんでしょうね、要は。はい、7位、エアバスチャイナエアライン向けの A350 納入後倒しですね。8位、 JAL 6月18日から SS 通仕様の777を、羽田バンコク線投入。9位、水なぎのなんだこれ、これ飛行機とはあまり関係ない気がするので、水なぎの西表島観測、噴気活動は縮小、砂浜の増加で面積は増加って、これは、うん、あんまりなんか飛行機的なニュースでもない。で、10位がロシア空軍ロシアンナイツの、ソホイ27、モスクワ近郊で墜落。これ先週ちょっと触れたよね、あの、はい、アメリカのアクロバットチーム墜落の、ニュースに合わせて、まあ、ちょうどその日、先週ですよね、これ6月5日じゃないか、うん、以上ですね。はい、喋り疲れちゃったよ。で、まあ、今週なんか特にあのニュースがないかなと思ったけど、うん、あまり今週はちょっとランキング以外で
これって言ったらちょっとあのなかったけど、まあ、飛行機以外だったらそうようやく梅雨が明けたねみたいな感じですね。あ、いや、ようやくでもないわ。早いんだ今年は。でも早い方に早いますよ。早いですよね。けどただなんか梅雨っぽい時間、あ、期間が長かったですよね。なんか梅雨の前にめっちゃ降ってたじゃないですか。そうそうそう。で梅雨入りして、でしばらくなんか中休みというか、なんかあれ意外と降らないなみたいな、うん、で梅雨が明ける前に直前にあのアホみたいに降ると、うん、慌てて、あ、やばいやばい、降らさないとみたいな。そう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 。てかで、そう今の時点でたあの台風も来てないし、うん、今年はどうなんだろうっていろいろやばいんじゃないかみたいな。ただ今年も懸念してるのはもう来月入ってから台風発生して、うんうん、もうどこに影響が出るのかっていう懸念はあるかもしれないですね、うん、個人的にドローン飛ばせなくなるの困りますね。そうですね、個人的にも、うん、私のことながらも来月、まあはい、まあ、大阪に、まあ、ジェットスターと ANA 線を、はい、ANA さんを、まあ、利用する予定があるので、はい、ちょっとこれがちょっと気になります。あれなんだろう、その行くのはあの行けるけど帰ってこれないっていうのが一番困りますよね。ここにこれですね。そう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 、あの帰ろうと思ったら台風であの那覇空港を 2,3 周して元の関空に戻るとか引き返しですね。はい、ツイキャスで、ハミさんからん、ちょうど1週間にまた2チーム、あそうですね、これあの墜落に関してですかね。で、ハミさん、梅雨なのに関東じゃ水不足。お、沖縄でも意外とあれですね、なんか、まあ、まだあの僕3年目ですけど、去年一昨年と水結構水不足になるんじゃないか、なるんじゃないか言われて、結局断水とかそんなのなかったし、結構大丈夫なの。いや、水不足に困った自分の経験ではないですね。そうですね、ソラビトさんから、今週の火曜日でしたっけ、沖縄すごい降りましたよね、その時ちょうどアプローチしてたのにすごい揺れました、羨ましい。あのそういうだから台風で、あのなんだろう、ゴーアラウンドとか経験してみたいです、はいはい、帰ってこれなくていい。もう急ぐ、よっぽど急ぐ用事じゃない限りではもういいかもしれないですけど、です、ね、もうビジネスマンの 客でしたらもう、もうクレームもんですよ。確かにミッチーさんが知り合いで台湾に行って台風直撃食らって帰ってこれなかった人、かわいそうに、いや帰ってこれないぐらいです。あの帰ってこれないのは単純にその乗る前から飛行機があの欠航じゃなくて、乗ってその嵐の中ガタガタやって帰ってくるくらいの方がまだいい、どうせ帰れないなら。そうですね、安全面考えたらもう、 もうまた引き返した方がもうまだ、いやいや、あというかその何だろう、ああの強い雨風の中揺れるのを体験したいという。あえて、そうそうそう、だから要はあの空港であの待たされるよりは、あの狭い飛行機の中でもあのその揺れを体験した方がいいかなと。これ今の、はい、まあ、現代の、まあ、ジェット機だからこそ、はい、まあ、それを体験したいと思いますけど、はい、まあ、YS とか、はい、もう旅客機になったらかえって不安のが一番先に来ると思うんですけど ね、 空軍一号さんから、そのお隣の台湾では大雨、そうなんですね。先島とかはどうなんだろうね、あの とある人が先島の方に今行ってますけど、どうなんですかね、晴れてたらいいんですけどね。まあ、帰って聞いてみましょう。さて、じゃあ、あの1曲目いってみましょうかね。あの沖縄梅雨明けしたということで、JAL 沖縄キャンペーンの、CM ソングから楽園を目指してです。僕の夢の中で二人を
話して。Okay, ATIS information Charlie, wind 330 at 5, visibility more than 10 kilometers. はい、先ほどお届けした曲は、JAL 沖縄キャンペーンの、CM ソング、楽園を目指してです。お聞きの番組は、空撮をもっと身近に、カリウシエア、航空ファンが集まるお店那覇市栄町航空バーノッチフラップの提供でお送りする、飛行機アイランドです。番組ではお客様からのメールを受け付けています。宛先は、island@fmgilman.com です。はい、本日の、テーマは不遇な飛行機たちということで、はい、リスナーの皆様が、不遇だな、不遇でちょっとこう注目させてあげたいと思うような飛行機とかありましたら、メールやコメントでお願いします。そもそもなんでこうテーマを選んだかっていうのが、たまたまツイッターでそういう注目されない機体みたいなのがあって、それいくつか出てきて、あ、これテーマ使おうみたいなそんな仮乗りでございます。はい、まずちょっとツイキャスの方から、K さんから、お、いい音って、あれですかね、何のどの音だろう。ハミさん、ファミコンさんから、ルークさんってあるんですけど、そうですね、1月に、ルークさんが、ゲストで、ルーク小沢さんがゲストで、ゲストに出てもらったんですけど、その時の写真が、月刊エアラインの、4月号に載ってまして、全く僕は知らなくて、非常に光栄だなという感じです。はい、あ、空飛ぶたぬきさん、お久しぶりです。どうもこんばんは。はい、ジャンさんこんばんはですね。はい、K さんがジェットストリームかと思った。結構意識してますね、はい、ジェットストリーム。まあ、ただ赤を関係なく、もう全ての航空会社推しですので、はい、ツイキャスで、空人さんから、787の主翼を運んだドリームリフターとかもっと注目されてもいいですねって。確かにね、あんまり注目度は確かないかな。ハミさんから、不遇な航空会社なら壱岐国際航空聞いたことあります。でもそれを言ったらね、沖縄にもほら、毎回毎回ネタになるレキオス航空とか、ね、あるので、まあ、あんまりちょっとネタにしてたらちょっと自分もね、不遇になっちゃいけないんで航空会社置いといて、一個そう、まあ、いろいろちょっと紹介しようかなと思う、不遇な飛行機の中で、機種じゃなくて、まあ、機体、まあ、特定の機体なんですけど、沖縄にまず関連したもので、第一航空さん、粟国島、はい、粟国島の定期便飛ばしてた、そう飛ばして過去形ですね、今、今運休しているので、第一航空さん、新しいツインオッターという新機材を導入して、飛ばしたんですけど、まあ、運航本当数日ぐらいで確かちょっと事故してしまって、一機は、まあ、お釈迦で、もう一機は今第一航空さんの倉庫でなんか眠ってるそうですね。だからせっかく活躍しようと思ったのに、もう活躍の場もなく眠ってると、まあ本当不遇だなという感じですかね。残念です。はい、空軍1号さんから、
オレンジカーゴとか、すいません、あ、ミッチーさん、佐川急便の、はいはい、あ、ギャラクシーエラインですね。佐川、そう、佐川急便のは、なんだろう、超間接的に、この番組のそのスポンサーの、ノッチフラップさんにもちょっと関係してくる会社だったりしますね。まあ、これ以上はノッチフラップに行って聞いてください。はい、エアトランス、なんだろう、知ってます？エアトランス、あ、聞いたことあるわ。一応、詳細ちょっと、もうちょっともう、はい、なんだろう、もう、なんか忘れちゃってるんですけど。なんか社長さんがなんか、はい、元スッチーだったっていう記憶はありますそうなんだですね、ファミさんから、DHC6 は乗ろうとした日が雨で運休してしまいました。あ、それは残念です、ね、てか僕まだ乗ってないし。え、ミッチーさんからエアトランスは北海道のローカル。ああ、なるほど、そんなのでした、そうでした、聞いたことあります。北海道の会社って言ったらなんかエアドゥみたいな、そんな頭があるんですけど、エアドゥのような大型ジェットは飛ばしてなくて、うん、プロペラが中心でしたね。で、一時期なんかチャーターで那覇出発で、うん、下地までのなんかチャーターとか、はい、毛玉市どうだったかな、ちょっとはっきり覚えてないんですけども、そのチャーター便を飛ばしたっていうなんか記憶はあります。空軍一号さんからエアトランス、タクシー会社の社長、そうなんですね。なんかそういう経歴がなんかそんなだったかな、うん、確か運送会社といえば今、そのさっき言った、11期目受領して、まあ、絶賛活躍中 のフジドリームエアラインズも、あそこもスポンサーは鈴代っていう、まあ、うん、物流会社ですね、まあ、静岡の、まあ、大手の物流業者ですね、はい、ガソリンスタンドもやってるらしいですね。結構でかいところ、なんかいろんなことやってるんですね。まあ、でも物流関係だから多分そういうのはね、やりやすいの、参入しやすかったのかもわからないけど。なるほど。はい、そうそう、まあ、そのツインオッターさん、不遇な飛行機で、まあ、ツインオッターさん出したんですけど、本当これは早いうちにまた活躍してほしいかなというので、で、まあ、今は個別の機体だったんですけど、機種、まあ、やっぱりもう昔からいろんなこう飛行機、機種があるじゃないですか。で、まあ、沖縄の空とかでもよく見える、まあ、活躍しているボーイング737なんだか、まあ、多分もう1万機ぐらい作られてて、多分世界中の空飛んでる、うん、で、あとそうです、ね、同じぐらい世界の空で見れるエアバスの A320 とか、あれも8000機ぐらいあったんです。うん、そうですね、そんなにあるんですか。そうそうそう。で、あと、まあ、ちょっと大型機で何百機ぐらいあるような777とか767とか、そういう、うん、やっぱり商業的に成功を収めた民間の旅客機の中で大失敗をした旅客機とかも当然あったり、っていうのが僕も本当これツイッターで知って、それまで全く知らなかったんですけど、フランスのダッソーっていう会社があって、ダッソー、うん、ダッソーじゃない、脱出したダッソーっていう会社が作ったなんかメルキュールっていう旅客機からみたいなんですね。うまそうな名前ですね。メルキュールってなんか沖縄のホテルに名前なかったかな、これどういう意味なんですか。国際通りに、ね、うん、なんかあった気がするんですよ、ね、なんかあった気がする、メルキュール、壺からだったかな、ちょっとはっきりちょっとロゴで申し訳ないんですけども、まあ、でこの、メルキュール、まあ、さっき言ったボーイング737とかと同じようなコンセプト、はい、で、作られたんだけど、全く売れなかった、うん、なんで売れんかったっていうのが、まあ、一番の要因が航続距離がめちゃくちゃ短いみたいな。あ、そうなんですね。600キロちょっとぐらい。うーん、飛行機で何だろう、640ぐらいだった。で、この那覇から福岡までも普通に、640以上あるんで、ね、だからその飛行機買っても那覇から福岡も飛べないんですよ。なるほど。台湾まも行けない。あな、どそんな、うん、それ売れるわけないよねって、そんなもん、へ、ね、びっくりした。だから、いや、本当640ってどれぐらいなんだろうなと思ったら、まず沖縄から外出れないの。本土でしか使えないような、本土でも日本みたいな小さい島国でもさ、仮に東京から飛ばしても、まあ、大阪までは飛べるけど、まあ、それでも大阪まで400キロあるから、たった600キロしか飛べないんですよ。やっぱ怖い、何かあった時のこと考えたら、うん、なるほど。
何を考えて600キロなんてしたのか。エンジン性能とか関係してるんですかね。もう分かんないけど、まあ要は短距離を狙って作ったんだけど、まあでもその後なんとか航続距離伸ばしたんだけど、はい、結局、なんだろうな、石油ショックか何かでちょっとまあ環境悪くなって余計売れなく、結局そういうのもあって全く売れなかった。たった12機しか作られなかったと。あ、でも12機も作られたんですね。12機も一応ね、だから普通に買ってくれたのは10機ぐらい、1社だけ買ってくれた会社が。すごい太っ腹。ミッチーさんから、小型ジェット機だと脱走は、長距離飛べるファルコンなんてのがあって、確か海保の那覇に。ファルコンってあれが散髪機ですね。ですね。多分那覇空港を見てたら、その海上保安庁の格納庫あたりに、本当ビジネスジェットぐらいの大きさの飛行機でエンジンが3つついた、後ろに、はい、リアの散髪の、確かあれ海上保安庁のやつですね。まあ、そういう、まあさすがにそういう旅客機では失敗してるけど、旅客でちょっと大きめの旅客機では失敗してるけど、まあそれ以外は普通にまだちゃんと航空機作ってるみたいですね。はい、なるほど。こんな感じでちょっと僕の方から、まあまず2つあったんですけど、なんかケインさんからあります？これはみたいなの。まあ個人的にまあ今後注目とまでいかないんですけども、一応まあ気になると言ったらまああれなんですけど、まあ既存の飛行機で言えばエアバス321なんですよ。はい、でそのなんかネオというタイプがもうなんかウィングレットとかまあ320と今のまあシャークなんウィングレット、はい、いわゆるウィングレットですね。ウィングレットとあとはエンジンがもうなんか性能アップされたバージョンがもうなんかネオと言われてますけども、そちらもちょっとまあ気になりますね。エアバス、A320 は確か ANA が使ってますよね。321、あ、321こちらですね。321ちょっと伸びたやつ。エアバスがちょっと本当機種がない、結構分かりづらいね。資料。あ、ちょっと長いんだ。320よりちょっと長い。少しわずかに長いタイプですね。ドアも片側4枚で。で、確かに、はい、乗れる人もちょっと多い。195って。導入した頃は、スーパーシートも何席か設置されてて、191名って聞いたことがあるんです、トータルで。ミッチーさんから、A321 は ANA が使ってたって、国内では乗れませんねでありますね。今現在だと、まあ、アシアナさんあたりかな、聞いた記憶では。なるほど、なるほど。今後何年か後に321ネオっていう形でエンジンも、まあ、320と同じエンジンを採用して、まあ、再び導入するっていう計画があるらしいですね。不遇な機体、あ、機体では機種が一躍、まあ、一点活躍してくれてるんですけど、また必要に落ちてくると。はい。素晴らしい。はい、ここでちょっとツイキャスから、ソラビトさんから、那覇空港で見た青と黄色の双髪の小型機が気になりますねって。青と黄色の双髪の小型機、青と黄色双髪、なんだろう、なんかあったかな。結構那覇空港本当普通民間エアラインに航空自衛隊、陸上自衛隊、海上自衛隊で海上保安庁といろいろいるから、なんだろうね、黄色の双髪、あ、青と黄色の双髪の、まあ、イメージとしてはスカイマークかマリナさんあたりかなっていう記憶、どっちかなと思って。普通の旅客機かな、もしかして。で、どっかのエアラインのエアラインですと、まあ、バニラエアさんかスカイマークさん、またまた海外のエアラインということが書かれます。確かに。ソラビトさんから、B757 が日本の航空会社で見ないので存在感がないです。確かに日本人にとっては結構存在感ないかも。B757、 ボーイングの757っていう機種があるんですけど、はい、日本には日本の航空会社は使ってないから、多分日本で見ることはめったにないです。で、多分アメリカ国内だったら多分見れると思うんですけど、なんか日本に来ることはあるんですか？来ることはあります。なんか、セントレアとか、どこかどこから見るところ、沖縄だったら
どこだろう、カデナで見ることができる、たまにカデナ基地に、その民間機として来ますね。これは、はい、あ、今私たちは76なんですけど、一応757も、はい、まあちょっと、まあ、ただ757に関しては、はい、機体サイズがなんか単通路型で、はい、ちょっとなんて言いますかね、もうコンテナが詰められない。ああのコックピットがもう B6 と同じやつを使っているっていう意味で、はい、共通性はあったらしいんですけども、うん、なんだ、まあ、すみません、ちょっとどうせでもしないいミッチーさん、成田だとデルタ航空が定期便飛ばしてるっていうことでみたいですので、多分おそらくそうですね、なんだっけあそこだ、ごめんなさい、あセントレア成田だとに行く人だと757見れるのかなという感じですね。あとはもう貨物エラインが、うん、まあ、飛ばしている可能性もあり得ます。ソラビトさんから、さっき の青と黄色の総発機、なんか琉球エアコミューター、あーそっちでしたか、ね、もしかしてシーサーが書いてあるような感じかな。そうですね、900型ですね、うん、なかなかね、多分 ああいうのも地方空、まあ、那覇を地方空港って言っていいのかどうかちょっと先島と久米島あたりでしたら、まあ、地方という、まあ、そうですね、いいんですけどもね、ちょっと難しいところですけど、うん、空軍1号さんからフォッカ100はアジアにはないので存在感ないかも。でもフォッカ100に関しては、はいはい、なんかテストフライトっていうか、 なんかデモフライトで、はい、なんかエア日本からのログマークを入れたフォッカ100をなんか日本に飛来して、なんか飛行なんかスーパードルフィンを導入するタイミングで、ちょっとその選定の対象という形でなんか導入なんか飛ばしたっていうことは聞いてございます。ひろき H2 さんから、こんばんは、カデナだと C32 はちょっと分からないけど、757ただ民間の757は普通に来ますね、チャーター機として。ここにエアフォースワンのと同じデザイン塗装のやつを言ってるのかな、ああおそらくははははは、まあ、いやでもあれはあれ C なんだっけ、あれも呼び名が違いますよね着用かと思って初めてこのラジオを聞いてる皆様、結構適当なあやふな知識でパーソナリティをやっております。申し訳ありません結構もうリスナーさんがねいろいろ助けてくれますので、ちょっと口が乾いたので、はい、一旦ちょっと CM で休憩を、はい、したいと思います。任せてください。はい、はい、一旦 CM でお願いします。はい、不運な飛行機で、まあ、不運というか YS11、うん、悪くはないけど、まあ、いろいろこれもまあちょっと商業的にはそんなに成功したとは言えないような、不運っていうの、不遇か、不遇というか超なんだろう、先駆者としての不遇でコメント、うん、要はもう先駆者であるがゆえに、まあ、最初いろいろとやらかして、うん、困ったもん、その点空中分解とかって絶対経験したくない絶対嫌ですよ怖い、うん、そうやだ困ったもんじゃないですよね。 CM あと5秒で開けます。ATIS Information Charlie, wind 330.5, visibility more than 10 kilometers, sky clear. はい、お聞きの番組は FM ギロワナスタジオから生放送でお届けしている飛行機アランドです。はい、先ほど不遇な飛行機、ちょっと CM 中に話してたやつで、不遇というか不運な飛行機で、多分中に乗ってたお客さんたちもものすごく不運な飛行機、そしてコメットが、ジェット
ット旅客機の本当もう先駆者、まあ、先駆者的にそんなですね、はい、コメントって、まあ、だけどそのなんだろう、まあ、初っ端だったせいで、まあ、やっぱりいろいろわからないこととかあったりとかして、まあ、金属疲労の問題だったとか、まあ、そういうのは当時作った当時はまだあまりよく分かってなかったっていうので、結構飛行中に空中分解とかですね、あったりとか、まあ、でもそういった不運、まあ、って言っていいのかな、のがあったおかげで、まあ、他の後発の飛行機とかは結構安全になってきているっていうのはあるんですかね、まあ、中に乗ってたお客さんたちは本当不運、まあ、不運としか言いようがないかなという感じですけど、まあ、そういったので、まあ、今僕たちは普通に安全に飛行機に乗れてるのかなというのが、まあ、不遇というか、なんて言ったらいいのかな、ちょっと言い表せないですね、これは。まあ、そういうわけで、ちょっとコメントさんという、今のジェット旅客機の先駆者があったっていうのをですね、覚えておいてもらえると、まあ、でもツイキャス経由で聞いてるリスナーさんで知らない人は多分いないと思うかな、コメントは。僕はメルキューラ知らなかったけど、はい、ソラビットさんから、カタール航空がどっかが軍の輸送機を使ってますが、あれって旅客でしょ使ってる、なんだろう、カタール軍の輸送機を、ちょっとなんかよくわからないかな、どれ、すいません、で C17 のことですかね、 C17、グローブマスター、ああ、グローブマスターをなんかカタール航空さんが、はい、もうカラーに塗装にして、これも軍用機として、あ、軍用の輸送機として飛ばしてるっていう意味で言ってるのかな。あ、でもな、ただ何使ってるんですかね。さすがに輸送機には1回ぐらいは乗りたいですけど、うん、そう、先日話したほらあれです、那覇基地の空自那覇基地の基地モニター、うん、本土への基地研修の時には C1 輸送機に乗っていけるっていうので、まあ一度はやっぱ乗りたいなと、うん、乗りたいけど那覇基地の人曰くとても荒い人が乗るもんじゃないと輸送機音がすごいんですよね、はい、うん、すごいらしいですね、うん、エンジンはもう、うん、もうかつての737-200と同じやつを使ってますから音も、うん、で音もうるさいし、やっぱり旅客機じゃないから、そんな乗ってる人たちのことなんかそんなね、そこまで考えてないから、だからあれで移動してる隊員さんたちは本当すごいなと思いますというわけで、ソラビトさんが言われてる多分軍の輸送機の C17 とか旅客としては多分使えない、うん、1回は乗ってみたいですけどね、乗ってみたいですけどね、C5 ギャラクシーとか、まあ、ミッチーさんがカタール航空カラーの C17 グローブマスター3か、もうそれですね、まさに何に使ってるのかなみたいな、はい、で、そうそうそう、でここまでいろいろちょっと紹介してきて、これはそれほど不遇ってほどでもないけど、まあ、今日本で、国産初のジェット旅客機で MRJ ですごくにぎわってるじゃないですか、でそれの前に国産初の、旅客機として、戦後初か、国産初じゃねえな、多分もう戦後初の国産旅客機として、YS11 というプロペラ旅客機があったんだけど、まあ商業的には失敗、うーん、まあ要は売れなかった、あ、まあ単純に作った人たちがどう売っていいかわからなかったっていうのが、要はいいものを作って、まあいいものってほどでもなかったんだけど、飛行機ってやっぱそのアフターサポートとか、あ、いるし、あとマニュアルとか、うん、そういったのいるんだけど、まあ、そういったのが全然揃ってなくてなかなか売れなかったよみたいな、あ、もったいないことしたんですね、まあ、もうだからまあ販売体制がさ、ちょっと、なってなかったのかなという、うん、飛行機自体は多分悪くないんですよ、だって今でもまだ何年だもん、何十年って経ってるけど、いま、うん、だに軍用機として輸送機としては使ってるところが組織があるんで、うん、YS11 ですね、カエルさんから、こんばんはって来てますね、うん、ありがとうございます、こんばんは、でも先ほど、青井ソニカさんから、青井ソニカさんなんかどこかでなんかお名前を見たような、初めてじゃないかもしれないけど、常連さんです常連さんです知ってるリスナーさんです、なるほどなるほど、ありがとうございます、はい、そうです、ちょっと
ここにですね、あの日経さん の, あの YS11 が失敗した理由とはみたいなのがあって、まあ、あの製品としてもあまりあの旅客機としてはちょっとよろしくなかったのかなみたいなのが結構いろいろあるみたいですね。あの軍用機的な感じでちょっと作っちゃったみたいな。いや、ね、軍用機作ってた人はゼロ戦とか作ってた人たちが、はい、まあ、そのままそのな流れで、もちろんちゃんとあの旅客機として作ってはいるんだけど、はい、あの細かい多分整備的なところとかで、あの軍用機の乗りで来て、で整備する人たちがすごい困ったみたいなのがあったりとか、で最初はマニュアルもなかったし、整備マニュアルとかっていうのもあって、売ろうとして、初めてマニュアルとか作ったんじゃないですかね。あ、ジャンさんから不遇な飛行機、春嵐とか神殿とか、あ、来ましたね神殿、これ2つ目、確かにあれも不遇、うん、本当、第二次世界大戦末期に、もう開発されて迎撃をセットして、だけど、ね、まあ、あんまり活躍する場もなかったと、その頃には活躍させるほど の, あの日本も完成させる、でその後活躍させるほどの国力はもう日本にはなかなくてっていうのをね。あ、セイランって読むんですね、すいません、春嵐と書いてセイランです。カエルさんのこの頑丈すぎと思って買ったっていうのはあれかな、 どれのことだろう、ちょっとという感じですね。なんかケインさんからあります、なんか不遇なもの、不遇といいますか、うん、計画段階でも中止になった飛行機といえば、はい、あのグローブ、先ほどグローブマスターってあったんですけども、はい、一応この民間型として MD17 という名前で窓付きで出してた計画っていうのはあったらしいですね。あれが民間機、マクドナルドそうです、そうなんだ、全然知らなかったです。結局これがもうセールスに出したけど、うん、もうこれがもうダメになって、はい、もう軍用機としても売り出すようになったっていうのは聞いたことあります、うん、あ、ミッチーさん、さっきのセーランで、セーランは潜水艦に積んでアメリカ本土、あの E400 に積んで、あの日本はあの本当 あの大戦末期に、はい、あの潜水艦にあの飛行機積んでアメリカ本土爆撃しようみたいなの計画があって、ギリギリまでは行ってたみたいなんだけど、カエルさん、セーランさんは友達だもんって、それ多分あの飛行機とはちょっとカテゴリーの違う世界のゲームだと思いますのことだよね、多分これ、うん、いや、あの、そのゲーム知らないもん、知らないというか名前は知ってるけど、あの、うん、プレイしたことはないというか、プレイしたことはない、あんまりないですね。いや、あの、そっちのゲーム興味あるんですよ、提督の決断とか、 あ、うん、ああいうのやったことあるけど、これはちょっとね言っちゃったあ、そうか、あの、ちょっと話がそれるけど、カンコレじゃなくて多分飛行機コレクションだったら、うん、それもあの、あ、飛行機集めだ、はいはいはい、猫集めみたいな、うん、猫集めみたいな可愛い感じで飛行機集めとかあったら絶対やるあ、それだともう自分もハマるかもしれないですうん、多分あれ誰かどっか作ってくれないですかね、あの、ね、猫集めの要領であの飛行機集め作ってくれたら絶対あの300円ぐらいだったらアプリ買えますよで月額、あ、でもね、面白いゲームだったら課金するかも。さっき言ったその航空会社の経営 あのオンラインゲーム、あれもやっぱり、まあ、今何回かプレイして、で多分総額で 4,5 千円ぐらい突っ込んでるし、うん、エアタイクーンオンラインってゲームですね。おお、はい、ちょっと一旦休憩おー、あともう一ついいですか、はいはい、なんかもう不遇な飛行機といいますか、はい、もう結局戦争中止になったっていうのが、はい、まあ、先ほど、まあ、ダグラス系で言えばあの MD95 だったかな、あ、95ですね、はい、ちょっと手元に資料はないんですけども、はい、それが後にボーイング717、あ、一時期なんか、はい、新千歳にテクニカルランニングで飛来して、はい、あの塗装が何だかエアトランっていうアメリカの航空会社が開いて、なんか日本でのデモツアーはなかったんですけど、東南アジアに向けてセールスツアーという形で飛ばしていったっていうのを聞いてくれます。なるほど。で今となってはもうボーイング737の600型をまあ売り出すっていう方優先になっ
なったかために、結局まあ販売終了っていう形になったみたいです。あとか MD7 あの MD7 あじゃあ B717、はい、あボーイング717なら分かります、あのエアタイクに出てきますあれでおあのいろいろと結構機種はあの覚えましたね。あのそうさっきあのミッティさんもあのエアバス の, あの3シリーズ、はい、あれあの どれがどういうものかっていうのはあのコメント書いてくれてたんですけど、あれもあのやっぱゲームやったらすごく覚えたの使わないですかねエアバス確かにいや安いからいいんだけど、安いからあの使いどころはあるんだけど、はい、なんか時間がちょっと余っちゃいましたけど、なんかリスナーさんで、これはっていうようなもあったりしますかね。あのすいません、あ、ソラビトさんからホンダジェットって結局国産なんでしょうか、あるいは海外で作ってるんですかねって。そうですね、なんかね、まあ、日本企業が作ってる、まあ、ビジネスジェットだけど、そうですね、国産ではないですね多分、あれはアメリカ製で、そうカエルさんから言うと、ね、アメリカ製ですねあれは。まあでも日本企業が作ってるからいいっていうか、多分今の時代、国産にこだわることって、あの飛行機で航空機で国産に、こだわってたら多分作れないんじゃないかなっていうのが、いやもう、うん、材料調達が難しくないですね。だってあの787だってあの3割は日本製なんだし、そうですね、うん、で航空自衛隊が今後新しく入れるF35 っていう戦闘機があるんですけど、はい、あれ も, もうなんだろう、中心で開発したのはアメリカなんだけど、基本やっぱりいろんな国が集まって作ってる。だからアメリカみたいなでかい国でも戦闘機1機作るのに自分たち一人じゃ、いやまあ作れないことはないだろうけど、うん、やっぱりそれ他の国の協力がいるみたいな、うん、っていうそういう時代みたいですね。あカエルさんが P1、 あ P1 はまあ確かに今結構今頑張って国産で作ってるのもあるんですけどね。それで言ったら、例えば欧州、ヨーロッパでは結構一般的、ヨーロッパのそれぞれの国での国産で、あっちでは有名というか、まあ、メジャーなものだけど、日本では全くマイナーな航空機とかあるかもわからないですね。なんか今度そういうのを取り上げてみたいかなと思うけど、はい、ちょっと今週そろそろ久々にスポンサー紹介をしておこうかなとは思うんですけど、はい、というかスポンサー紹介でそんないい加減でいいのかよって。はい、ですね、飛行機アイランドで今、スポンサー2社、2社というか、だから2社というのもちょっとあれなんですけど、那覇市境町に、航空場ノッチフラップというお店があるんですけど、ここはですね、まあ、飛行機好きの方、まあ、飛行機好きでない方も楽しめるお店となっております、うん、まあ、ちょっと境町というちょっとディープな飲み屋街に ある、お店で、ちょっとすごい分かりづらいお店ではあるかなと思うけど、まあ、中に入ったら本当飛行機好きな人だったら、私いろいろ写真撮りまくったり資料読みまくったりとかなかなか楽しいお店ですので、そうね、ソラビトさん、ソラビトさんはまだお酒が飲めない年齢だったかな、うん、修学旅行生ということは、もしまた今度沖縄来られた時はぜひ那覇市境町の航空場のちフラップさん行ってみてください。あ、そっか、お酒を出す店だから未成年は入れないのかな。別にソフトドリンクは飲めるけど、まあ成人したらぜひまた沖縄来てください、ぜひぜひはい、それと、もう一社というよりもなんかちょっとあれだな、カリウシエア、ですね、空撮をもっと身近にということで、まあ、今流行り の, ドローンですね、無人航空機、空撮用の無人航空機を使って空撮で、まあ、無人航空機を使っていろいろ何か新しいことができないかというので、まあ、まずは、空撮を本当もっと身近に気軽な、金額で、空撮できるようにっていうコンセプトで、やってる会社っていうのはほとんどないな、うん、サービスです、まあ、ちょっとまだ立ち上げの準備中で、あまり紹介できない
点がいろいろ多いんですけど、そうですね、まあ、7月8月ぐらいまでには本格的に稼働できるようにしたいかなという感じで今やっていますね。はい、まあ、名前の通り私が、代表としてやっているところです、うん、という感じです。はい、の残り2分、ちょうどいい感じでなんかすごいね、こうダラダラ感というか、サボリさんがいないからね、ちょっとなかなかうまく進めれないんだよね。うん、来週参加したら本当、お説教しないと逆にされるかもしれないですが、そうだね勝てない勝てないですよね。はい、それでは、今夜も FM 技能飛行機アランドをお聞きいただきありがとうございました。この後、22時からは、DJ マシャワールドです。引き続き FM 機能1をお聞きください。はい、はい、あ、まだでもちょっと時間があるな、ちょっとツイキャスの方行きましょうね。空人さんから、僕の孫ができた時にはもうファントムは、まあ、本当だったら多分空人さんが多分生まれる前には多分いなかったと思うんですね、ファントムおそらく。はい、ファミコンさんから、操縦教室とか飛行申請の仕方とか教えてくれるところがあるといいですよねって、まあ、ドローンに関してなんですけど、これ最近結構本当この1年半年ぐらいですごい出てきてますね。沖縄でも、北部の方に南天クラウドさんという会社が、まあ、ドローン その、まあ、操縦できるようなその広大な敷地を持ってて、そこで操縦体験とかできたりとか、あとメーカーさんがもうそういう操縦教体験やったりとか、あと各地のやっぱり似たような、ドローン扱う空撮業者さんが、体験会とか飛行申請 の、 そのセミナーとかやってたりしますね、うん、まあ、ちなみに自分も、そのうちちょっとそういったセミナーをまたやろうかなと考えてますので、うん、あ、Kさんからあるよ講習会って、はい、うん、自分もちょっとその講習会とかそのドローンの活用とか関してのちょっとセミナーを、7月か8月にちょっとやろうかなと思ってますね、うん、はい、という感じで、本日も、うん、後半すごくダラダラな感じできましたけどまあいいんだよね、こんな感じで。そうですね、はい、はい、それでは、この番組は、空撮をもっと身近に、のカリユシェア、航空ファンが集まるお店那覇市栄町航空バーノッチフラップの提供でお送りしました。この後は、FM ギノワン、DJ マシャワールドです。引き続き FM ギノワンをお聞きください。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございましたそこですかお疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。